はい、こわちゃんです。今回は、ミント千葉店さんで、ラッキーパックの方を2つ買ってきました。で、一つはですね、前回もやったバスケットの方の NBA の方のカードなんですけども、もう一つですね、ちょっと新しいジャンルにチャレンジしようということでサッカーの方を買ってきました。で、ゆくゆくはサッカーもですね、ワンボックス開封とかやっていきたいなと思ってるんで、まあ、とりあえずどういった類のカードが、まあ、入ってるのかなっていうのも先に確認しておきたいので、ラッキーパックの方を買いました。ではですね、パックの方開封していきたいと思います。はい、まずはですね、前回もやったですね、バスケットの方、こちらの方のカードの方からやっていきます。結構ね、バスケのカード今どこも高くてですね、ちょっと手に入らないっていうのがあるんですけれども、これはシリアルですね。イオン・ムーレス、これちょっと古い選手かな。で、おお、ね、ジャスティン・ホリデイ選手、これも99シリーズですね。で、これはコングラチュエーション、これ古いな、古いカードですね。これ誰だ、ジョー・スミス。でもダンクってかっこいいですよね。で、これがジャージカードですね。あれ、アレックス・レン選手、この前、前回も出た選手ですね。同じのがまた出ましたね。はい。じゃあ次ですね、ちょっとサッカーの方、やっていきたいなと。サッカーの方は、なんか、まあ、2000なんですけども、2、3枚入ってるっていうような形になってます。本当、サッカーの方、僕ちょっとそんなに詳しくないんで、リービス、あ、こういう風になってるんですね。で、ジャビ選手、75シリということで、ジャビ選手ですね。で、次がこれ、どうだ、インテルですかね。おお、これはトップスでシリアルなしですね。うん、サインカードだな。うん、かっこいい。で、最後がこちらですね。リカルド・うん、まあこういったジャージカードが入っておりました。これもあれかな、ジャージカードなんですけれども、リカルド・モントリボ、ちょっと発音が読めないというあれなんですけど、まあ、かっこいいですよね。まあこんな感じですかね。これ多分おまけかなとは思うんですけど、はい、今回はですね、このような感じになりました。やっぱサッカーのカードってかっこいいなと思いました。うん、今後もですね、このサッカーの方のカードはですね、ちょっとボックスでちょっとチャレンジしていきたいなと思っております。以上でですね、今日はですね、バスケットボールとサッカーの方のですね、カードの方の開け比べをさせていただきました。いいと思った方はですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上で、今回の動画は終了になります。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。